はい、どうも皆さんこんにちは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、IOST、シバイヌ、BAT、BNB、それからドージーコインですね、今日は8通貨見ていきたいと思います。今日が2022年の4月の2日土曜日ですね。今が14時25分ということで、今日も引き続きですね、このホテルからお届けしております。明日は動画お休みで、その後、来週の月曜日ですね、月曜日からはいつもの背景というかスタジオで撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日に関してはまあ土曜日ということで、注目のニュースはお休みにしてですね、今の、注目の通貨ですね、昨日の動画でも注目通貨10通貨ぐらいもまとめて、どこがですねポイントになるかというところをお伝えしたんですけど、今日はまあ昨日お伝えした主要通貨プラス、まだですね、その今から伸びていきそうな通貨というのがあるので、そのあたりのね、その重要ポイントというところをしっかり見ていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨関連、それから世界経済のニュースですね、それから、相場分析、テクニカル分析ですね、それから戦略構築というところまで、もうまあ初心者にね、なるべく分かりやすくというところを心がけて、配信しておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではじゃあ早速ですけど、チャートを移して分析していきたいと思います。はい、じゃあまずはビットコインからですね、昨日の動画から結構重要なポイントを迎えましたので、そのあたりをしっかり見ていきたいと思います。今のビットコイン、これ日足ですね、46,590ドルということで、重要なポイントとしてここのラインですよね、44,500ぐらいから45,000ぐらいのところのこのライン、ここがやっぱり相当意識されるよということをお伝えしていて、個人的にはサポートされて上がるんじゃないかってことをお伝えしていましたが、かなり今ね、重要なポイントというか、その通りはなってきてるんですけど、今がめっちゃ重要なんですね。そのあたりは4時間足でちょっと見ていきたいと思います。で、日足レベルで見た時の、観測ですね、一応やっぱり48,000ドルがめちゃめちゃ意識されているっていうところは、直近の値動きで明らかになりましたと。で、今 RSI を見ると、一旦この70付近をつけて下がってきたけど、また復調みたいな感じになってますよね。で、今のところ、まだ買われすぎっていう感じではないんですよね。で、買われすぎ水準っていうのは直近その反転している部分をしっかり見ていかないといけないんですけど、それでいくと77とか、そういったところまで上昇すると、直近のビットコインの日足チャートにおいては反転する傾向があるのかなというところですね。そこからしても今ですね、63なので、まだまだこの上値余地っていうのはあるんじゃないかなと思っています。で、引き続き、出来高も結構ね堅調に動いてますし、今週末ということもあって、大きな展開にはなりにくいかもしれませんけど、週明けにかけてとかですね、この移動平均線が完全にゴールデンクロスしているっていうところ、これに関しては相当ですね、その市場の投資家的にはね、買っていきやすい展開ではあるんじゃないかなと思います。なので、個人的にはやっぱりこの週末にどんどん抜けていくというよりは、しばらくちょっと揉み合うのかなとか思ったりしてます。上も重たいっていうところが直近で分かってますし、下に関してもどんどんね、このサポートラインがせり上がってくるみたいな形になっていますので、そこでこう持ち合いみたいな形の中で最後、抜けていてですね、5万1000、5万6000とか、こういったラインが狙えてくるみたいな、そんな感じで今のところはですね捉えています。じゃあこの短期的なところでですね、どこが今重要なポイントだということかということなんですけども、なんか日本円ですね、多分昨日の動画でお伝えしましたかね、僕の見立てとして、こう上がって上行けずに20MA のところで動き出すと、で20 MA を抜け、サポートされるか、割り抜けるかっていうところなんですけど、ここから割り抜けて、下に落ちてきましたと。そうなると、20 MA が垂れてきて、今度上昇していくときにその20 MA が邪魔な線になるんですよね。で、ここで邪魔な線でもし落ちてきてしまったら、この2つの山からこのネックラインですよね、このラインを抜けてしまうときに大きな下落につながるっていうことは、言ったと思うんですよね。で、今まさにそこなんですよ。この20 MA を今ね抜けようとしたんですけど、1個前 の4時間足ですね、大きな上髭をつけて下がってきてしまいました。ただね、その後も強いので、ここはね、抵抗されずに一応4万8000ドルをこう捉えていくような値動きになるんじゃないかなっていうふうに予想はしているんですけども、ここでもし行けずに下がってきたところはちょっと要注意になるかなっていうふうに今のところは思っている状況ですね。一つ言えることは、この20名を抜ければ4万8000ドルまで行く可能性は非常に高くなるし、行ききれなければまたこの4万4500ぐらいまでまた下がってくる可能性が出てくるっていうことですね。今ちょうどその中間ポイントということで、直近の動向ね、結構重要な、今後のね道筋を考える上でも非常に重要なポイントですので、ちょっと直近の値動きしっかりね見ていきたいところかなと思っています。
で一方イーサに関してはちょっとねビットコインよりも強いですよね、はい、直近の高値っていうのはもう超えました。で、完全な上昇トレンド、昨日も言いましたよね、パーフェクトオーダーっていう形の中で一旦ですね抵抗されて、まあ、落ちてきたそばはやっぱ買われるっていう風な状況で、ずっとですね強含んできています。まあ、このままいくと以前から言っていた通りですね、3600ドルっていうところは、まあ、可能性は非常に高く達成してくるんじゃないかなと思っていますし、MACD もゴールデンクロスしましてね、RSI はまだ4時間足レベルでもそんなに変わりすぎっていう感じでもないですので、まあ、引き続き堅調に動いていく可能性はあるのかなと思っております。はい、で日足で見たらちょうどですね今この200日移動平均線にトライしてきてるんですね。はい、ここはもう抜けていく可能性は僕は非常に高いかなと思っています。というのもさっきのビットコインと同じく、移動平均線がですね完全にゴールデンクロスを作っています。まあその RSI で見るとですねちょっとまあ高い水準までは来てますけど、直近の RSI、 日足の RSI で見るとですねだいたい83ぐらいが反転する水準ぐらいになるんですよね。今がまあ70付近ですので、まあ、もう少し、上値余地はあるのかなということからいくと、まあ、ここは抜けて3660のこの水平線とかね、こういったところまで上がって一旦調整されて RSI も反転するみたいな、まあ、そんな感じで、可能性としてはあるのかなっていうふうに見ておりますが、まあ、引き続きやっぱりこっちはですね強い、ビットコインよりも非常に強い、やっぱりここのダブルボトムを抜けてからの上昇で、ダブルボトムのネックラインのところで、きっちりサポートされて上に目指していったと、これは本当にね強い形じゃないかなと思っています。まあ、ここに下のね移動平均線たちのサポート圧力も受けて、引き続きまあ上目線で見ていくことができるんじゃないかなと思っています。はい、あと、ごめんなさい、XRP ですね。XRP に関してなんですけれども、まあ、一旦下がった後、まあ、買われるんじゃないかなっていうことをお伝えしていましたが、まあ、今のところ順調にね買われてきて上げているっていう風な状況ですね。出来高も気持ちちょっと増えてきたかなっていう風な印象もあります。で、XRP に関しては、日足の RSI 見ると一旦上に上がって下がってきて、この50付近で耐えてっていう推移なんですよね。逆にこの50付近割ってしまうと50以上なかなかいけずにずっとこう抵抗されてみたいな感じで直近結構動いてるんですよね。なのでそこからいくとこの50でしっかりそこを打ったっていうところからしても、やっぱり上にですね行きやすいというかね、下が結構固まったみたいな目線になりやすいのかなと思います。まあなんといってもこのゴールデンクロス、それから移動平均線が密集していてサポートしやすい状況であるっていうことですね。はい、ビットコインと同じく200日移動平均線が上にいて、まあ、ちょっとこう揉み合いしそうな形ですよね。上の高値の水平線もあったりとか、はい、もうちょっと大きな目線で見るとこの高値の切り下げラインとかもあるんですよね。だから軒並みこの90セントも以前から言ってるところですよね。ここまではまあ行って、ここから行けるかどうかっていうところが非常に重要なポイント。抜ければ一気にこの平行チャンネルの上限値 1.15 とか 1.2 ドル付近を試してくるような、結構なですね強い上昇になる可能性が非常に高いんじゃないかなと思います。いずれにしても形状だけ見るとやっぱり上に行きやすいかなと個人的には思っています。はい、引き続きここもね90セント抜けるかどうかっていうところが直近のターニングポイントとして見ていくべきポイントかなと思っています。はい、それから、IOST ですね。IOST に関しても、まあ、こんな感じで、大きく、ね、上昇した後は抵抗されてきたっていう感じなんですけど、大きな売られになってないですよね。はい、短期的に上がって利確して一気に落ちてきたんですけど、そこでしっかり耐えてます。なのでみんな売りたいっていう人たちは一旦収まったかなっていう感じなんですよね。でそこからやっぱり、IOST の今後の、ね、上昇を期待しているのは新規のロングも入ってくるだろうし、やっぱりなんといってもこの移動平均線ゴールデンクロスというところと、他の、ね、通貨ではまだ抜けられていなかった200日移動平均線なんかはもう抜けているんですね。しかもそこでちゃんと耐えていると、これは非常に重要なポイントというかね、いい傾向なんじゃないかなと思っています。ただし RSI はもう完全に反転水準まで来ています。もうちょうどですね今83、こちらも83付近ですけど、はい、この辺りまで来ていますので、一旦やっぱりね、この2日間ぐらいはちょっと調整気味な相場の中で、週明けからですねまた買われて一気に、ね、上を試してくると、まあ、そういう風な展開がやっぱり直近の傾向を見るとね考えやすいんじゃないかなと思っています。MACD もねここゴールデンクロスしてプラス圏に入ってますので、市場の強気目線というのはまだ変わっていませんし、ここの出来高が増えているというところは何といっても一番ポイントかなと思います。はい、そういったところから総合してもまだ上目線で見ていくことができるかなという感じですね。
で柴犬ちょっと最近見てませんでしたけども、柴犬に関しては、まあ、イーサーのですねクジラに大人気っていうねニュースも過去に、お伝えしたかと思うんですけども、まあ、非常に、まあ、注目度が高いと。でいろんなですねファンダメータルズとかもあって結構期待感は高まってきているっていう風な状況なんですけども、その中でまあ価格としてはまだねそんなに上がってはいないんですが、徐々にこう切り上げているっていう風な状況で、ちょっとずつですね出来高が上がってきてるんですよね。ここも非常に、プラスとして評価できるポイントじゃないかなと思います。もうこれ見ていただいたら分かると思いますね。僕はあんまり分析っていう感じでもなく、ここのラインを抜けたら上げそうだよねっていうのはもう一目瞭然だと思うんですね。ちょっと価格に関しては、細かすぎるので言いませんけれども、まあ、ここ揉み合って下もサポートされてで抵抗されてとか、まあ、そのあたりのこのあたりのラインですよね。ここを抜けることによって200日移動平均線なんかも一緒にですねブレイクしていくことができるので相当強く組んでくると思います。なのでまだねちょっとわからないってわからないんですよね。移動平均線密集の中でぐちゃぐちゃされていて、上にはこの、まあ、非常に重要なラインがあるわけですね。なので、まあ、ブレイクするかどうかっていうのはちょっとねブレイクしそうですけどよくわからないと。でここの価格差っていうのはほぼね僕的には誤差かなと思うので、ここのラインを抜けるまで僕は待ってもいいんじゃないかなと思っています。まあ、抜ければ本格的に買っていくと、そうすることによって結構大きなですね上昇につながる。まあ、以前もねここ抜けた瞬間から爆上げでしたので、それとかここ抜けた瞬間から大きく下げたりとか、まあ、結構気持ちが変わるようなポイントにここはね水平線になっていますので、このブレイクからしっかり狙っていくっていうのは非常に有効になってくるんじゃないかなというふうに個人的には思っています。であとですねここから注目ですけど BAT もね、じりじり相場を上げてきてるんですね。でもう移動平均線を全部抜けるところがもうすぐそこまで来てます。はい、これは結構ね非常に重要なポイントで、まあ、今90セントなんですけど、まあ、95セントまでいければ抜けると思います。で100セントのあごめんなさい 1ドルですね、1ドルのところですごく重要な水平線、まあ、直近でサポートレジスタンスを繰り返しているラインですけど、ここの意識は相当高まってくると思うんですね。 ただもうこの移動平均線を抜ければおそらくここは捉えてきて、もう一段上昇もう本当に 1.38 ドルとか、こういった上のですねラインまで、まあ、駆け上がってくるような相場になってくる可能性僕は結構高いんじゃないかなと思っています。というのも RSM まだね全然変わりすぎっていう感じでもないですし、 MACD もプラス圏に入ってきてるし、まあ、邪魔なラインがね上にもありませんし、なんといっても完全なゴールデンクロス、しかもこれはもう収束が近いです。なので相当近いうちにですね、上に上昇してくる可能性っていうのは僕は結構高いんじゃないかなと思ってますので、ここのラインブレイクですね、まあ、95セントとか、はい、こういったところのブレイクからちょっとまあ狙っていくっていうのも面白いんじゃないかなっていうふうにあくまで個人的な意見ですけど思っています。はい、それから BNB ですね、 BNB も同じような感じ、移動平均線密集を抜けてゴールデンクロスがあって、あとは200日移動平均線は一応上にいるんだけれども、まあ、形状としては非常にもう文句なしっていう感じですよね。この200日移動平均線さえ抜けてしまえば、まあ、直上にね500ドル付近のこの水平線もこれもあるんですけど、さっきの BAT と同じですよね。移動平均線全部抜ければ、ゴールデンクロスも強烈に意識されてきて、その勢いのまま600ドルとか、まあ、こういったところを試してくる可能性っていうのは大いにあるんじゃないかなというふうに思っています。はい、直近ちょっとねここは注目したいですね。最後ですね、ドージーコインなんですけれども、ドージーコインもねもうすぐなんですよ。20、50、100ですね、ここの移動平均線まだ抜けきれていないので、他の通貨よりも上げは弱いんですけど、まあその中でもじりじり上げてるんですよね。で直近でこの水平線ですね、14セント付近が頭打ちというか重しになってですね、なかなか上に行けてないんですけど、まあここ2日間の上昇下も試しながら上にですね今行こうとしていて、まあ本当いつ抜けてもおかしくない状況ですよね。MACD もプラス圏で RSI もまあ50付近をちゃんと維持してますし、買われすぎ水準の反転水準がですね大体79か80ぐらいなんですね、同時コイン。はい、今まだまだ全然、60とかなので、まだまだ全然上昇する可能性があると。一旦重要なポイントとしては、16セントの水平線があるので、まあ、ここ抜けないとっていうところはあるんですが、この移動平均線しっかり抜けるとゴールデンクロス完成して上げやすい相場の中で、まだまだですね上を試してくるっていう風な動き方ですね。それがまあ今非常に可能性としては考えやすいんじゃないかなっていう風に思っております。あ、ちなみに最後ですね、オンチェーンだけ見ていくと、ビットコインのですね、取引所の残高、これがまたですねずっと下げ基調なんですよね。取引所から出金されているということです。出金ということは供給量が減るので、価格としては上がりやすい傾向、まあ、過去もずっとですねこれ逆相関、価格がこれで、ビットコインの残高がこれですね、取引所のもう完全に逆相関ですよね。その中で大きく下げたので、やっぱり過去の傾向から見ると大きく下げたところっていうのは大きく上げてくるんですよね。はい、その動きになってくる可能性は大いにあるんじゃないかなということで、引き続き、まあ、これもね強気目線の一つの参考指標として、見ていくことができる
るんじゃないかなというふうに思っております。ということで、今日はですね7通貨8通貨ですかね見ていきました。ちょっとねここ2日間はいつもとイレギュラーな感じで撮りましたけれども、ちょっと音声もね微妙だったかもしれませんが、明後日からは、しっかりねいつもの設備で撮っていきたいと思います。はい、もし良かったと思う方はグッドボタンとぜひチャンネル登録いただければ嬉しいなと思います。ということで、今日の動画ここまでにしたいと思います。皆様良い週末をお過ごしください。最後までご視聴いただきありがとうございます。